はい、皆さん、こんにちは。ケントです。吉野に特化したトレーニング指導、ジムの経営やトレーナー向けの講演会なんかもやらせていただいております。ということで、今日なんですけれども、最近ね、短い期間で大幅な減量ができるっていうふうに言われている、VLCD ダイエット、ベリーローカロリーダイエット、こちらについてお話をしていきたいなというふうに思います。最近メディアなんかでもよく見かけることが多くなってきて、1週間とかね、10日くらいで簡単に体重を落とせるっていうことで、一般の人でもね、こういったダイエットに参加される方って増えてるのかなというふうに思ってるんですが、個人的にはね、トレーナーとしてクライアントさんに対してこの VLCD をおすすめすることっていうのはほとんどないんですよね。他のダイエットもそうなんですけれども、それぞれ特徴っていうのがあって、メリット、デメリットっていうものがあります。なので、VLCD っていうのを軽い気持ちで入れてしまうと、むしろ危険な生体リスクっていうのが中にはありますので、そういったところをしっかり理解していただいて、入れる方は入れる。別の選択肢を取られる方は他の選択肢を取る。というような認識として、今日の動画は勉強がてら使っていただければなというふうに思います。で、今日の動画、大きく5つのトピックで進めていこうと思います。まず1つ目が VLCD の定義ですね。VLCD って何なのか。ありがちな、ここに関する間違いなんかもお伝えをしていきます。そして2つ目、短期間の VLCD なら筋肉量が落ちないっていうふうに言われるんですけれども、これって実際本当なのっていうところ。そしてメリット、デメリット。4つ目に、じゃあどういった人がこの VLCD を取り入れるのに適しているのかっていうところと、関連する参考研究なんかも最後に5つ目として皆さんにお伝えをしていきたいなというふうに思います。今日もよろしくお願いします。はい。ということで、冒頭にもお伝えした通り、今日はね、VLCD、ベリーローカロリーダイエット。めちゃくちゃ低いカロリーで食事を行っていくというカロリー方法についてお伝えをしていこうと思うんですけれども、これマイクどうなんですかね？外めちゃくちゃセミの音がひどくてですね、もしかしたら音に結構入っちゃってるかなと思いますけれども、それはご了承いただけたらというふうに思います。最近 VLCD としていろんな方法が言われているんですけれども、もともとあったオリジナルの VLCD ダイエットっていうのは1970年代に提唱された、もともとは医療目的で開発されたものなんですけれども、1週間から10日の間、塩と、それからタンパク質 60g 前後だけで、総摂取カロリー420未満に抑えて、食事管理をしていくっていうものなんですよね。最近いろんなところでお見かけすると800キロカロリー以内に抑えましょうとか1200キロカロリー未満に抑えましょうとか、いろんな VLCD の派生型みたいなものを見受けるんですけれども、もともとオリジナルの VLCD っていうのは400キロカロリー前後ぐらいのものだというふうに思ってください。そして摂取する栄養っていうのも、我々が通常摂っている食事を420キロカロリーに収めるのではなくて、基本的にもタンパク質から摂るカロリーだけで1日を過ごすというものです。そしてこれを7日から10日やっていって、7キロ弱体脂肪が落ちたよっていうことがね、非常に有名な VLCD にまつわる研究としていろんな方が語っているところだと思います。皆さんにね、間違って考えてほしくないのが、この VLCD っていうのが、早急な改善を必要とする肥満症の方向けに作られた治療法だってことなんですよね。体脂肪量が高すぎて、人間のね、あらゆるこう体に支障をきたしてしまって、死に繋がってしまうようなケースもあります。で、この状態って早急に改善しなきゃいけないですと。こういった方に対して入院させてフォーミュラー食って言われるような VLCD を実現できるほぼタンパク質だけの食べ物っていうのを摂取させて1週間から10日経過を見ますっていう治療方法がこの VLCD の起源なんですよ。最近いろんなところでこの VLCD っていうのを検索したり見たりしていると、コンテスト向けにトレーニングをされている方がハードな最後のね一絞りで体脂肪を減らすためにこの VLCD を取り入れたりだとかっていうところはよく見かけるんですけれども、すでにね、ハードな食事管理のご経験があって、しっかりと VLCD のリスクも理解した上で、こういった方々が取り入れられる分には、まあまあ選択肢の一つとしては考えられるのかなと思うんですけれども、そうではなくてね、一般の人が早く、そして簡単に大幅な減量ができるからといって、この VLCD を取り入れることに関しては、僕は正直疑問があります。そしてよく言われるのが、短期間の VLCD であれば筋肉量が減らないと。なので体脂肪だけを効率的に減らすことができるから有用なんだよねっていうような方も中にはいるんですけれども、これって果たして本当なんでしょうかという話なんですよね。VLCD ってね、期間中はトレーニングをしてしまうとエネルギー切れを起こしてしまって筋分解だったりとか体調を崩してしまうから、VLCD 中はトレーニングを行わないようにしましょうっていうのが一般的な考え方だと思います。仮にそうだとして本当に筋肉量って落ちないんですかね？僕は正直 VLCD を10日間とか行って、その女子脂肪体重、要は筋肉量が減らなかったですよっていうデータ、エビデンスっていうのを見たことがありません。もしかしたら僕の勉強が足りない部分かもしれませんので、そういうデータを皆さん見たことがある方いらっしゃいましたら、ぜひこの動画のコメント欄なんかにね、文献記載していただけると非常に嬉しいんですけれども、ただこの背景にはね、
そもそも女子胞体重の変化に目を向けた研究っていうのがあまり多くないっていうところがあるんじゃないかなというふうに思います。なんでかっていうと、先ほどもお伝えした通り、本来 VLCD っていうのは早急な肥満改善が必要な患者さんに対する医療的なアプローチですので、その場合は体脂肪率だったりとか、それ以外の生理学的な変数にフォーカスされる場合が多いわけですよね。女子胞体重にフォーカスをした研究がまだまだ多くないっていうところから、これが維持できるのか、それともできないのかっていう、この両方はね、言いにくいと思うんですけれども、理論的に考えると、僕は個人的には、やはり VLCD を取り入れることによって、顕著な筋分解が起こるっていうのは、避けられないんじゃないかなっていうふうに思います。これはもう皆さん、詳しい方ね、生理学的な反応を見れば、ご理解される方も多いと思いますけれども、当然、タンパク質だけの食事にしてしまって、糖を外から取らない、脂肪を外から取らないっていうことになると、血糖値はどんどん下がっていきますよね。その状態っていうのは、ある種異常な状態です。人間のあらゆる生理作用というのは、本来あるべきところの値に戻そうというホメオスタシス、恒常性の働きが加わりますので、血糖値が下がった場合、グルカゴンだったりアドレナリンという物質が分泌されて、それがきっかけにね、血糖値を上げるっていう働きが起こります。この一つが糖新生ですよね。体に蓄えられているアミノ酸っていうのを材料にして、糖質に作り変えて、もちろんグリセロールなんかも使われますけれども、それを原材料として糖質を作って血糖値を補うという方法です。この時ね、糖新生反応が起こって血中にアミノ酸濃度が少ないと、じゃあどこから使われるのっていうと、筋肉を分解してきて、その分解で作ったアミノ酸を材料として血糖値を上げに行くわけですね。確かに一般の方で1日 60g のタンパク質量を摂っているのであれば、筋肉を維持するっていう意味では十分な摂取量かもしれないですけれども、ガタイが良くてね、ハードに筋トレをしていて筋肉量が他の人よりも多いですっていう人の筋肉を維持するためのタンパク質量としてはやや足りないのかなとも思いますし、さらに糖質を他で摂ってこれない、じゃあ血糖値を上げるための材料として筋分解で使われてしまうアミノ酸ってことを想定すると、やはり1日の400キロカロリーの摂取であれば、トレーニングをしたとしてもしなかったとしても、カタボリックな状態になるというのは自然な発想です。じゃあそれでも VLCD 入れるメリットとデメリット何があるのっていうところも、ニュートラルにお話をしていこうと思うんですが、まずメリットですね。これ分かりやすく短期間で大幅な減量ができるっていうことです。もうこれに尽きると思います。いろんなダイエット方法ありますよね。ローファットダイエットもあれば、ローカーボダイエットもあれば、このカーボっていうのを極限までゼロに近づけるケトジェニックダイエットっていうのもありますし、中には断食みたいな方法、ファスティングみたいな方法もあると思いますけれども、おそらく現状言われているダイエット方法の中で最もスピーディーに体重を減らすダイエット方法の一つなんじゃないのかなっていうふうに思います。だけれども、次にお話しするデメリットの部分をしっかり理解した上で、もし取り入れられるのであれば、ここはやっていただきたいなと思うわけですね。デメリット何があるのっていうと、まず一つ目、体にものすごく負担がかかるっていうところです。これはもう言うまでもないですよ。本来ですね、自分が消費するカロリーに対して、摂取するカロリーがトントンなのであれば、体は十分に動いていって、今あるエネルギー量を維持できるわけですけれども、明らかに足りてないですよね、400キロカロリーっていうのは。2000キロカロリー使う人でも5分の1なわけですよ。そうなってくると使えるエネルギーに限りが出てきますし、あらゆる生理現象っていうのがね、エネルギーを無駄遣いしないようにセーブしようっていう方向に向かうわけです。そしてこれもね、顕著に現れる症状の一つだと思うんですけれども、眠りが浅くなるっていうところですよね。これは過度な空腹状態が続くことによって起こる症状です。そして先ほど言った筋分解、これも避けては通れないですし、基礎代謝量の減少です。当然今まで通りの基礎代謝量を維持してると、体に蓄えられていくエネルギーがなくなってしまって、ひいては生命を脅かしてしまうっていう風に体を判断しますので、どんどん使うエネルギー源っていうのは節約する傾向に行きますよね。そうなってくると、減量目的でスタートしたのに基礎代謝量が減ってしまっていって、結果消費できなくてカロリー落としてるんだけれども体重変わんない、こういう症状もね、皆さん経験された方結構いらっしゃるんじゃないのかなっていう風に思います。あとは腸内環境であったりとか消化器官の不良ですね。特に VLCD をやって便秘っていう症状が現れるよっていうのは過去の複数の研究でも明らかになってます。さらには VLCD ってね、なかなか他の栄養素、要はタンパク質以外のものを摂ることが難しいので、ビタミンとかミネラルとかファイトケミカルとか本来食事から摂ってくるのであれば、必要なマクロ栄養素以外にも体に入ってきた栄養っていうのがシャットアウトされてしまいますので、この点でも体にかかる副次的な負荷っていうのは少なくはないんじゃないかなというふうに思います。中にはね、VLCD 中じゃあ EA 取ればいいとか BCA 取ればいいんじゃないのって思う方もいらっしゃるかと思いますけれども、本来ある VLCD の考え方っていうのは、カロリーを完全に420とか400キロカロリー制限をする方法ですので、アミノ酸取ってくるとね、当然アミノ酸にもカロリーありますから、これっていうのは、VLCD としてはどうなのかなっていうところがありますよね。フォーミュラー食なんかを見てみても、ビタミンミネラルは添加されて補助食品として入れる場合は多いので、ここに関してはね、現実的なものだとは思います。
あとはハードに長期間この VLCD を行ってしまうと拒食症なんかになってしまうような恐れっていうのも十分考えられるわけです。その他具体的な症状でいうと、消化器官では下痢とか便秘とか、中枢神経系でいうとめまいとか気持ち悪くなってしまったり嘔吐っていうところですよね。あとは不整脈だったりとか、尿酸値があんまりにも上がりすぎてしまうことによって抗尿酸値血症であったりとか腎臓結石、こういったところの報告っていうのも過去のケーススタディを見るとされているわけです。当然これを防ぐためにはたくさんの水を摂取したらいいんじゃないのっていうところもありますけれども、やはり中長期的な VLCD であっても、10日とかそういった期間の VLCD であっても、自分がファーストチョイスとしてクライアントさんに勧めるっていうことはなかなか少ないのかなというところなんですね。女性だったらね、月経不順というか生理が来ないっていう症状だって現実的に起こってくる人は起こってくると思います。ではこのメリットとデメリットっていうのがあるっていうのをしっかり理解した上で、どんな人がこの VLCD 取り入れてもいいのかっていうところで、ケントさんとどういう人に使ってもいいと思いますかっていうふうなね、ご質問もあったので、これについてお答えをさせていただくと、まずお仕事の関係でね、一時的な撮影のために短期間で大幅な減量が求められる方ですよね。映画に出られていたりだとか、ポスター撮影があったりだとか、スチールの撮影で1週間後2週間後これに合わせてくださいって言われて、自分の現状コンディショニングはこうだと、そういう場合であればもう仕方がないというか、これしか選択肢がないみたいなところもありますので、こういうお仕事をされている方っていうのは、まああまりね、強くお勧めはできないんですけれども、こういう方法を取りざるを得ないのかなというふうには思います。そして BMI が30から35を超える過度な肥満状態の人ですよね。もともとこういう人たちに向けた医療的なアプローチとして取られたのが VLCD ですので、こういった人たちに関しては短期間で VLCD 取り入れるのは全然プラスに働くんじゃないかなっていうふうに思います。減量末期で中にはカーボディプリート、糖質を一切取らないっていうような調整方法をされている方もいらっしゃいますけれども、そうなってくると当然取るのはタンパク質ですと、あとは脂質がありますよね。もう減量末期になってくると脂質も目立った量は取らないと思いますので、実質 VLCD に近い形になっていくと思います。こういうカーボディプリートの類似系の先にあるような VLCD っていうのは、人によっては取り入れる方もいるのかな、いないのかなっていった印象ですね。ということで今日はですね、 VLCD っていうのが確かにパッと見は短期間で大幅な減量ができるんだけれども、デメリットもあればメリットもありますよというお話をさせていただきました。ぜひ今日のお話っていうのを皆さんの中で解釈していただいて、自分だったらこれ取り入れるのは適切なのかっていうのをご判断いただければ幸いです。そして最後にですね、 VLCD を実際に取り入れた体脂肪の多い患者さんで、レジスタンストレーニングを並行してやっていったと、その後女子脂肪体重がどうなったのかっていう面白い研究がありますので、そちらの方はね、動画の概要欄にも記載しておきますし、最後そちらをお話しして終わっていこうと思います。これはですね、どういう研究だったかっていうと、43歳男性、身長162センチ、そして体重がなんと104キロの方ですね。 BMI 39.8 です。これはもう肥満っていうレベルではないというか、まあ、今すぐにでも改善が必要になってくるような状態の人ですね。この人に VLCD を応用させましたと。この応用の方法っていうのも、いきなり VLCD を取り入れるのではなくて、2日間ですね、1200キロカロリーの食事を取り入れて、その後 VLCD を行って、で最後にもう一度1200カロリーに戻す。で、トータル19日で行いました。この間にエアロビクスだったりとか、レジスタンストレーニングを入れて、じゃあ女子脂肪体重、筋肉量がどういう風に変化してくるのかっていうのを測定した研究なんですよね。これは当然対象者1人なので、あくまでケーススタディというか、目安として考えていただきたいんですけれども、この測定の考察によると、女子脂肪体重の顕著な低下が見られた。つまり体脂肪も減ったけれども筋肉量も過度に減ってしまったということなんですね。ここに記載されているリファレンスに対しての考察を見ると、先行研究でレジスタンストレーニングをしたグループ、そしてしなかったグループで VLCD 実行して、その後の筋肉量、女子脂肪体重がどうなのかっていうところも参考にしたんだけれども、どちらにしても女子脂肪体重が維持できたという研究は本当に少ないっていうふうに記載をされてます。そして VLCD 中は女子脂肪体重の維持が困難であるってすらも言われてるんですよね。なので、これを取り入れるか取り入れないかっていうのは、もちろん皆様の体調、コンディショニング、今置かれている状態にもよるとは思うんですけれども、個人的にはやっぱ既存であるようなローファットダイエットとか、場合によっては軽度の糖質制限、こういったところで中長期で減量を組み立てていくっていうのが、体に対して負荷も少ない、そういった方法になってくるんじゃないかなというふうに思います。今日も最後までご覧いただきどうもありがとうございました。こういう動画面白かったり参考になったら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。インスタグラム、ノート、ツイッター、そして栄養の学校 NNC もやっております。興味がある方はエンドロール概要欄からぜひチェックしてくれたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。